多分知らないですよね、メルトとか。私知らなかった。メルトすごい。もう時代だよな、メルト知らない。タイトルコールお願いします。はい、2017 1月、道玄坂カフェ日本酒オフ会4番目東京東京だ。はい、次私入れます。なんだこれ、ありがとう。五郷純米荒走り。五郷ね、よく出てね、よく出るやつで美味しいやつ。荒縛りって言いそうじゃない。荒縛りやばいやつ。お願いします。ありがとう。荒縛りってやばくないですか。やばそう、やばそう。荒く縛ったみたいな。ストップって言ってください。あ、なんか体重悪いからちょっと少なめで。あ、でももう大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。うまそう。タクタさん、これちょっと聞いてください。神か、神だった。テカちゃんの歌めっちゃうまい。え、やだやだやだ、恥ずかしい。あ、お尻、お尻にこう。ちょっとやめてください。いやだ、でもそれ、もう漏れて聞こえちゃいません。ごめんなさい、ごめんなさい。スーッとか言っちゃった。伸びた後、伸びた後、スーッとか言っちゃった。乾杯。ね、乾杯。乾杯です。終わったね。終わったんかい。あ、いただきます。ちょっとあのボカロだね。そうです、ボカロです。すごいじゃない。ボクタさんすごいボカロって分かる。本当にボカロみたいな声。いや、ボカロ知ってる人、うん、いたんかい。いたんかい。ゆうやちゃんもめちゃくちゃうまいの。あのちっちゃい女の子、ちっちゃい女の子、今食べてる、あの焼きそばを食べようとしている女の子、可愛い子。歌うまくなりたいな。なんか ボカロ好きなんですか。あのメルト歌っててめちゃめちゃうまいの。ボカロ。で、その話をしてたらゆうやもうまいぞって言ってて、そう、ゆうやちゃんもうまいんだよって言って、ほらみんな聞いてね。ゆうやさん、そう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 、可愛くてうまいんだよ、演技もうまいんだよ。なんか演劇って感じです。演劇って感じ。何でもできる。ミュージカルやってほしい。やってそうだね。やってそう。ライオンキング。ライオンキングやってほしい。ライオンキングの何やるの。心配ないさってやつ。何ですか、知らない。そんな元気いっぱい買う。白生タタ。白生タタ。やばい。あ、どうでしょう。あら、あら走り。荒走り、荒縛り、精米部合 60%、 アルコール分17度、山口県のお酒。なんか来たよ。ちょっと焼きそばがかけてなかった。あ、お鍋、お鍋。なんか仲良くない人たち同士で鍋一緒に食べると仲良くなれるっていう。そういうやつでしょ。そう、そう、なんか私たちが仲良くないみたいな。みんなで鍋食べると仲良くなる。今同時オフ会やってるから、オフ会の話。一層深まるみたいな。一層深まるみたいな。そうそう、付き合ってね。付き合ったら深まる。そう、仲が深まるっていうね。おもろいな。私その中でも区切りつけるタイプなんだけどね。私のコーナー、この陣地、あなたの陣地あります。陣地、ここは取らないでみたいな。ふっくんっていう人が確認してくれてます。なにさ、ふっくんが、ふっくんが来てくれた。ありがとう。時間間違えて風呂入ってたらしい。ひどくない？時間間違えてたんかい。今もう4本目だから。うん。もう結構酔っ払ってますよ。てかちゃんは鍋一緒に付けない系の人でしょ？そんなことない系の人を選びます。菜箸とか使ったら。菜箸だったらいいね。でも猫に入れてくれる。そうね。私鍋を。え？同じ箸がダメってこと？同じ箸がダメ。ダメですね。本当に？そうなんですよ。潔癖なんだ。潔癖症かもしれない。あ、そうなんだ。軽い潔癖症ですね。え、あ、これじゃダメ？あ、全然全然それダメ。あの可愛い子たちだったらいけるんですけど。いけるんですけど、もう本当もう偏見で申し訳ないんですけど、男性難しいかもしれない。なんで？男性あんまり一緒の足使えない。イケメンだったら？イケメンでもなんかもうその人の性格がクソだった可能性もあるじゃないですか。確かに。ちょっと。いや、クソでも口臭はないかもしれない。イケメンの定義が結構私あのクラウドなんで、めっちゃ増えたな。これ重ねちゃおうかな。可愛い男性。うん、なるほど。二次元だったらオッケーですかね。あ、確かに。これはダメだ。やめ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 。そんなこと。この方々二次元なんで。みんな可愛い、みんな可愛い。大丈夫です。
みんな可愛い。オーロー系。やめなさい、やめなさい。面白すぎる。みなちゃん。うん、どんな男でもいける、どんな男でもいける、それひどっ、なんかそれがある、アグレッシブ、質問がなんかちょっと違ってきた、どんな男がタイプ、いや、童顔ですね、童顔、ショタが好きで、あー、ショタ可愛いね、私割と、うん、意外って言われるんですけど、装飾系っぽい、なんかちょっとおとなしめな感じの人が好きです、バックナンバーのボーカルとか、待って、なんでそこ行ったの？なんでそこ？アイちゃんさんは、あ、でもそういう雰囲気はそう。私嘘つかない、浮気しない。あ、やっぱ内面ですね。よいよいよい、浮気しない大事です。そう、嘘つかない、浮気しない。大事。大事です。あれダメですね。DD、DD、DD。あ、DD ね。はははって感じだよね。DD 見たら。DD だね、はははみたいな。ダメですね。ダメですよ。ED ダメですよ。ED は良くない。良くない。本当に。もう浮気の、うん、男性の中で持ってる浮気の差ががもう思い存分出てるのが DD って感じ。そう。DD の方には悪いけど、なんか箱押しとかだったらいいんだよね。あ、いいです、いいです、そう、みんな応援したいみたいな人はいい、あったかい気持ちの人はいいんだけど、うん、全部恋愛対象みたいな感じの人は嫌だね、うん、なんか全部なんかちょっと若干あわよくばみたいな落としにかかってるみたいな、みんな誰でもいいって人はちょっと、うん、そう来世に期待かな、今徳を積め、徳を積んでください。2017年の年は私徳を積みます。私私徳を積んで来世に期待かな、徳を積んで潔癖じゃなくなるでも潔癖症は治んない気がしませんか、本当に。でも潔癖症の方がいいような気も最近してきました。なんか反潔癖症の方がいい、私、うん、なんかだらしないっていうか言い方ですけど、手当たり次第よりはね、うん、確かに確かに、そりゃそうや、そりゃそうですね、あの鍋はみんなと分けてるんだなって、でもあの人がお玉でちゃんとすくってくれてるっていうのを確認した上で食べるっていうやばいやばい、お玉使ってなかったら絶対食べれるあ、そうなんや、 あれがダメですね、こう箸でみんなでこう、あ、このままの箸でこうやってっていうのがダメ、たまにすぐ戻す人いません、それはちょっと嫌、嫌ですよね、あ、うちの子戻すのそうだったら、うん、ワンチャン、ワンチャン、雑炊作るでしょっつってワンチャンです、ちょっと汁が足りないから家族はワンチャンだし、好きな人だったら戻してって感じなんですけど好きな人だったら、ね、戻して戻してって感じかもしれないですけど、うん、くださいみたいなむしろください、むしろくださいみたいなやべえやつやべえやつじゃないですか、時間大丈夫なのかな、時さん戻ってこないけど、やだよね、スープ戻す人は信じられないよね、あとくちゃら、やだくちゃら、そうだよ、スープ戻すって、ね、他人と食べててスープ戻すはないよね、しかもないですね、ちょっとね、えってなるよね、びっくりしちゃう、温野菜とかだったら、温野菜、鍋屋、あ、しゃぶしゃぶ屋ね、はい、大好き、うん、どうしましょう、なんか時間のやばさだけど、ね、確かに、確かに、トキテさん、時間大丈夫ですか、香りしちゃおうか、香り良いよ、これ美味しいよ、うん、風味豊かって感じだね、一言で言うと酔っ払ってきてどれが美味しいかよくわからんくなる、あ、でも出ましたよ、ご準備してます、行きましょう、はい、はい、じゃあ、告知のコーナーに移りたいと思います。1月の29日アイドル無限大祭りを、秋葉原のクラブライブステージで出演させていただきます、やります、料金が1円から無限大、あの1円からは自由です、プラス2ドリンクです、まやかしではないです、で6分ポップの方がいろんなアイドルさんが出るのでぜひぜひ、リーズナブルな価格で来れるので見に来てください、よろしくお願いします、なんかね、はい、いい、貸してくれ、はい、貸してくれ、貸してくれ、ありがとう、ライスだ、ライス、貸してくれ、ライス、1月24日、中野芸能小劇場で歌います、あと目線女子アンダースリー見てください、お願いします、やめなさい、はい、ライスでこう
大阪が青いみなさん4月8日ちゃんてか爆誕ライブします。ツイッター ID あやせとかみなちゃんがみハンダーバー1-0-0-7検索していただくとすぐ出ます。コスプレイヤーと生主やっております。ぜひチェックしてみてください。はい、はい、片手5本で表してください。ようわからなくなったの。一斉のポン。あー、3かな。おや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 。あらはい、その心はもうちょっとピリッとしててもよかったかもしれないな。ちょっと飲みやすすぎた。飲みやすすぎた。飲みやすすぎた。贅沢な悩みかな。これすっきりしすぎてるかなと思いました。今ちょっと結構いろいろ食べてるから食べ物に味がちょっと負けちゃったかもしれない。うん、だから酒飲みをもうちょっと強めのもの希望します。ちょっと今の意見聞いたら私豪かもしれない。なんか飲みやすいのが好きだから多分ちょっと酔っ払ってよく分かんなくなったんですけど。美味しいってずっと美味しい。美味しい美味しい美味しい。じゃあ5で、はい、じゃあ5で。私はいや美味しいです、すごい美味しいんですけど、あのなんかもうちょっと特徴があったらいいなと思います。すごくノーマルな感じがして、普通に美味しい日本酒。そうそうそう、時間がたったら一番水っぽくなるタイプ。あ、なるほどね。ゆずもいいですね。わかりました。はい、じゃあ香りと参りしますか。はい、せーの、2017年1月、道玄坂カフェ日本酒を迎え4本目でした。まだ続くよ。バイバイ。